新日本プロレスの本間智明です。テオノ君にラシックの率いるセービス軍が加わった。圧倒的な戦略差を目の当てにするミルザーだが、マリーネを守るためバルドリンド軍の援軍を待たずアルデューク条約軍に戦いを仕掛ける。劣勢にもかかわらずアルデューク条約軍を蹴散らしていくその姿はまさに鬼人そのものだった。テオとミルザー、決して相入れることのない2人の決着の時が迫る。次回グランクレスト戦記第17話、己の理想を世界に刻め。